H 宗教的な祈祷について現代医学という狭い視点から見るとがんの治療法は手術や化学療法などの西洋医学的治療法しかない様に思われますが昔は祈祷神の祈ることして悪霊や悪魔を退散させる呪術が有効な治療法であると信じられていました実は西洋医学の手術療法ですら 100年と少しばかりの歴史しかなく欧米でも以前は祈祷が一番有効な病気治療法であると信じられていた時代があったのです近代的医学の光の届かない未開の地域では現代でも医学的治療としての祈祷は実際に行われているのです先進国でもがんなどの難病で 今の医学では不治の状態であると宣告されると怪しげな拝み屋のような宗教団体で宗教的な祈祷を受け病気閉与を祈る人は多いのです。本人が祈祷の効用を信じていなくても家族の誰かが宗教団体に駆け込んで祈祷を受けている場合もあります。病院でも医師や看護婦に内緒で病室に。 宗教関係者を密かに呼んで、手当て治療と書きよし令などと称して、怪しげなおまじないを行っている姿はしばしば見かけるのです。病院でのこのような行為は、迷信に惑わされた愚かな行為と見なされて、医療関係者の嘲笑の敵になることがほとんどです。また、がんが、手術などの現代医学の治療法で治癒した場合も、 気筒や民間療法の手柄にされて大きく洗練される場合も多いのです。こうした祈祷は全くの迷信で無意味な行為なのでしょうか一般にはそう信じられていますが私はそうは思いません。現代医学ではがんの原因は全く分かっていませんし進行したがんに対してはどのような治療を行っても無効である状態を見ていると現代医学が のの本質を捉えてていいるとはとはも信じられないのです視点を変えれば祈祷も有効であるという考え方もできるのです仏教思想を根本原理に置いているチベット医学では人間というものは生まれながらにしてすでに病んでいると診断していますこのように生まれながらにして病んでいるのは人間が愚かであるからでありこの状態を 仏教用語でで無明と呼んでいます愚かで無明の状態にある人間は無明の状態から脱出するまで永遠に輪廻転生を繰り返すと考えていますチベット医学では病気の原因について次の4種類であると告げています一過去世における否定的な行動が生む病気西洋医学的には 遺伝性性疾疾患患や先天性疾患と考えられますこのような病気に対しては現代医学でも根本的な治療法は確立していません原因は遺伝子のレベルに異常があるらしいという程度のことは分かりますが治療法としては遺伝子のレベルの異常を完全に治すことは今のところ無理な話でせいぜい先天性の危険に対して 形成外科的手術により可能な範囲を修復している程度です。チベット医学でもこのような病気の治療は困難であるとしています。に根性の初期に犯した否定的な行動が後々に病気という形をとって表現される病気。西洋医学的には 子どもの頃の心の傷トラウマが原因で起こる神経症ノイローゼ等の心よし性の病気に当たると考えられます現代の精神医学ではカウンセリング等の心理療法である程度治療していますチベット医学ではこのような病気には治療としてラマソウの祈祷や呪術が有効であると考えられています日常の不節制や食事外傷 ストレス近親者との死別環境と生態系などの因子が生態に影響した結果発症した病気西洋医学でいう生活習慣病外傷感染症ストレス性疾患などにあたり西洋医学では薬物療法手術療法物理療法生活指導などでかなりの治療効果を上げていますチベット医学でも薬物 心灸マッサージ生活指導などで治療していますこの分野ではチベット医学より現代西洋医学の治療法の方が効果的で圧倒的に優位に立っていると言えます四霊的存在蛇や鬼などの憑依による病気西洋医学的にはこのような病態があるとは全く認識されていません現代科学の方法論では 取り扱うことは原理的に不可能なのですこのような霊的現象に対する事柄では現代医学よりチベット医学の方が理論的にも実践的に圧倒的に優位に立っています。チベット医学ではこのような病気を呪術的祈祷によって治療しています。呪術的祈祷の理論や方法論の多くは現代でも 秘密のベールによって覆われておりチベットの仏教がチベット密教と言われるゆえんになっていますあるチベット医学者の研究によると悪性腫瘍がんの原因は大なり小なり霊的存在の憑依が関係しているとしていますこのような観点からすればがんが現代医学で治療困難であるのは当たり前で言えるでしょうチベット医学的な見方からすれば 現代医学で治療不可能とされている病気の多くは霊的現象によって起こると考えられます。霊的現象による病気はさまざまな霊的存在が人間に対して憑依することによって起こります。憑依とは霊的存在幽霊飼料悪魔水湖霊動物霊などが人間に乗り移ったり寄りすがって取り付いたりする状態を意味します。 確たる証拠はありませんが統合失調症精神分裂病は何らかの霊的憑依が関係している可能性が高いと私は考えています悪霊の霊的憑依を取り除く呪術的祈祷は太古からずっと行われてきました日本神道の神主も美子もその実像は祈祷師です天皇家の仕事の中心は 国宝城と鎮護国家を祈る呪術的祭祀でした。この伝統は現在でも皇室に受け継がれています。昔の仏教の僧侶も仕事の多くの部分を祈祷が占めていました。願い事を祈祷で実現させる力を法力と言い法力の強さが僧侶の出世の基準になっていました。雨乞いや病気併与の,の祈祷の他に。 悪霊を重複退散させる祈祷も行われていました鎌倉時代の猛古来襲の折の大嵐、台風。も、密教僧の猛古長複の祈祷の霊権効果であると、当時は本気で信じられていました。日蓮聖人の祈祷のせいであるとの言い伝えもあります。イエス・キリストも、新約聖書をよく読めば、単なる宗教伝道者というだけでなく、 悪魔いいの祈祷師という隠された側面が見えてきます。新約聖書ルカデン大章にはイエス・キリストが悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出しそれを豚の中に移したという記載がありますその豚は湖に駆け下って溺れ死にましたさらに死んだ娘の霊を呼び戻して生き返らせたという記載もあります エクソシスト、エキゾーシストというオカルト映画がありましたが、エクソシストとはキリスト教の悪魔払い師であり、やはり祈祷師です。最近、陰陽師という映画で有名になった安倍清明も、陰陽道という呪術的宗教を駆使した祈祷師すなわち悪魔払い師でした。安倍清明は、死に望んだものの代わりに死ぬものがあれば、呪術によって、その命を差し替えること。 すなわちある人の死によって死にかけた人の命を救うことができたと伝えられています。現代の日本でも表にはあまり出てきませんが多くの祈祷師が活躍しています。祈祷師の中には私は多くの悪霊を払ってがん等の難病を治している。一番有効ながんの治療法は祈祷であると豪語する人もいます。 外科手術で病巣を切除する場合とは違い、例は目に見えない存在なので悪霊が払われたかどうかについては、全く証明する手立てはありません。一般的には祈祷などというものは、迷信か、気休めであるとして、その効果を云々すること自体が無意味であると考えられています。しかし、私は、 悪霊の憑依による病気は存在すると考えます。そして、人間に憑依している悪霊を払うことができる能力を持つ祈祷師は、確かに存在していると思います。憑依している悪霊を払うことを除霊すると言いますが、確かに除霊が成功すれば、癌や難治性の精神病などが、立ちどころに治癒する場合もあるのです。人師に、 十分な呪術力、法力があっても、いつでも悪霊を払って完璧なのぞき霊できるかというと、必ずしもそうではありません。能力のある気投手でも、いつも体調が良いとは限りませんし、強力な悪霊が憑依している場合には、のぞき霊に失敗することもあるでしょう。中には不完全なのぞき霊しかできない能力の低い気投手もいるでしょうし、最悪の場合は、 ののき霊されさるるはずの患者の症状が悪化ししたたりりり死亡したりすすこともあります場合によっては悪霊に負けて鬼藤氏が死んでしまうこともあるでしょう映画「エクソシスト」に出てきたエクソシスト悪魔払い師は悪霊の除霊には成功しましたが悪魔に襲われて死亡しています悪霊を払うのぞき霊は鬼藤氏にとって命がけの仕事なのです このような祈祷によって悪霊を払い病気を治療する方法は実は外科手術でがんなどの病巣を切除することとよく似ているのです体の中のがん病巣を切除するには高度な技術が必要ですが病巣を切除したとしても必ずしもがんが治るとは限りませんし手術を受けた患者が死亡することもあります時には医師が患者から 肝炎やエイズなどの感染症をうつされる場合もありますし、過労で体調を崩すこともあります。ある意味で、外科医も、かなり危険な仕事なのです。外科手術で、がん病巣を切除しても、必ずしも、がんが治らないのと同様に、紀藤師が、命がけで除霊をして、悪霊を完全に払って追い出したとしても、病気が必ずしも治るとは限りません。実は 下下手術でがん病巣を切除することががんの根本的な原因治療でないのと同様にのぞき霊も病気の根本的な治療ではないからです霊が人間に憑依するのはその人の思いすなわち壮年の波動や波長が霊の波動や波長とぴったりと合うから憑依されてしまうのですですから人間が悪霊に憑依されるのは 憑依される人間の心の,の持ち方自体に問題があるからだと言えます。人間の心の中のさまざまな思いに、霊が同調して憑依してくるのです。ちょうど、ラジオで周波数が合うと、音声が聞こえるのと同じ現象と言えます。祈祷師が、命がけで悪霊を追い払っても、その人の心の、思いすなわち、そうが良い方向変わらず、あえ変わらず、 同じ少年の波動を出し続けていれば、しばらく経てば、また、悪霊に憑依されて、元の木くわみに戻ることになります。外科医が、一生懸命手術で、がん病巣を切除しても、患者が、生活や心を転換しなければ、かなりの効率で、がんが再発してくるのと同じことです。このように、 宗教的な祈祷による除霊という治療法の効果はある程度は存在すると思いますがその方法が完璧で現代医学を凌駕する超えるような治療法なのかというと今まで述べてきた理由により必ずしもそうとも言えないのです最終的に病気が治るかどうかはその人の行いや心の問題ということになり結局はは 患者自身の自己責任であるという結論になります。